皆さんこんにちは、タンドゥです。今年は全国的に暖かい日が続き、桜の開花がものすごい早い年になってますね。こちら福島県は例年より2週間ほど早い開花で、予定していたお祭りを開催する頃には桜が散ってしまってあまり残っていなかったなんてことも珍しくなかったようです。そんな中で今年はどこの桜を見に行こうかなといろいろと探していたんですけども、二本松の方に有名な桜がいくつもあるということで、今回はその中から2つの桜の名所へ、行ってみようと思います。ということで、やってきたのが二本松市の東側、東和地区にある祭り田の桜です。崖の上に大内さんという方のお宅がありまして、そのお家の庭にある江戸彼岸桜が祭り田の桜、二本松市の天然記念物にも指定されています。自分家の庭に天然記念物があるなんてかなり珍しいんじゃないでしょうかね。遅いけど、桜のある場所には坂を登っていくことになります。ちょっとお邪魔します。この辺り一帯は菜の花もたくさん咲いていまして、黄色とピンクでとっても春らしい風景ですね。これが祭り田の桜、近くで見るとめちゃめちゃでかいです。斜面から乗り出すような感じに生えています。高さ 18.5m、 横幅 23m、 幹周りは 6.5m もあるらしいです。枝を支える添え木もすごく長くて、添え木というかもはや電柱ですね。樹齢は1000年を超えるということで、東日本では5番目に古い桜なんだそうです。こんな立派な桜だと普通は柵があったりしてあまり近づけないというところが多いんですが、ここは触れるぐらいの距離まで近づけるということで、これはね、大内さんがね、太っ腹ということなんでしょうね多分。続いて訪れたのは同じ東和地区にある中島の地蔵桜、推定樹齢200年の紅しだれ桜です。高さ10m、横幅30m にもなる大きな桜です。昔はここが生活に欠かせない主要な道だったようで、馬や牛が行き交うことが多いことから人々の安全を願い、お地蔵様がたくさん祀られていたそうです。そんな場所にある桜が守り神として地域の人々に長年大事にされてきました。そのまま見る桜も綺麗ですけども、水鏡に映る桜もまた綺麗ですね。祭りの開催中は夜のライトアップもありまして、フォトスポットとして非常に人気が高い桜になっています。さて、2つの桜を楽しんだ後は、近くで飯でも食べて、帰りましょうか。ということで、やってきたのは道の駅福島東和、地域の特産品がたくさん並ぶ人気の道の駅です。その道の駅に離れがありまして、その中に飲食店が入っています。お店は中華料理店とインド料理店の2店舗ですね。今回は中華料理店の方を選択しました。上海天津大栄餃子坊です。道の駅の中にある本格中華料理のお店、店名の通り餃子が名物のようで、専用のタレが3種類用意されています。クワ茶や中華スープなどもセルフサービスでいただけます。クワ茶ってのは飲んだことないですね。
東和地区では昔から桑の栽培が盛んなようで特産品になっています。この桑茶、健康茶として近年人気が高まっているそうで、癖もなくてなかなか美味しいですね。ちなみに隣のインド料理店では南に桑を練り込んだ桑南を発売しています。桑まんみたいですね。そんなしょうもないことを考えながら待っていると嫁の料理が出来上がってきました。本日のチョイスはおすすめ丼定食、丼とラーメンとサラダのセットです。丼の種類はその時によって変わるようで、この日はエビチリ丼でした。セットのラーメンはミニサイズで味噌汁代わりのちょうどいい量、あっさり塩味です。追加でちゃっかり味玉トッピングしてました。あんた味玉好きね。そしてこちらがエビチリ丼、卵焼きの上にエビチリのソースがかかっています。味付けはピリッと辛い本格派、フードコートで本格的な中華が食べられるのはありがたいですね。お次は私が頼んだ中華定食、エビチャーハンにラーメン、そして名物の餃子、サラダのセットです。餃子のタレも2種類もらってきたので食べ比べしてみます。ラーメンはシンプルな醤油ラーメン、ミニサイズだけど厚めのチャーシューが入っているのが嬉しいですね。エビチャーハンはふっくら系、ミニサイズなのに立派なエビが3つも入っています。そして名物の餃子、丸くて平べったい形で餃子というよりはニラまんじゅうのような見た目でしょうか。ちなみにタレは甘口、辛口、オリジナルの3種類あります。今回はその中からオリジナルと辛口を選んでみました。まずはオリジナルから。さっぱりした酢醤油ですね。餃子の皮が焼き目はカリッとしているんですが中はすごくもっちりです。中には肉汁が閉じ込められていて小籠包のような感じですね。これかなり名やつです。次は辛口のタレ、こっちはちょっとピリッとしてて味にも少し深みがある気がします。個人的にはこっちの方が好きですね。嫁も好きな皮が厚いもっちりタイプの餃子、餃子は数量限定で日によっては売り切れちゃうぐらい人気があるそうです。食事をしていたらですね、どこからかパンパン叩く音が聞こえてきまして、なんだばと思ってカレー屋さんの方を見てみたらナンを叩いてました。わいはなんだばと思ったらなんだばなど、まあ、不思議な音の正体が分かって一安心の休日となりました。大変ごちそうさまでした。
道の駅の中にある本格中華料理店、上海天津大栄餃子坊へぜひ行ってみてください。